成り行き上手を貸してあげることになったけど、変な気は起こさないでね。人間って多くより脆いんでしょ。私治療の力は持ってないから。魔術師だって言うから期待したけど、あなたも所詮人間なのね。火に弱い、水に弱い、風に弱い、誘惑に弱い。そんなんで大丈夫？私のチョコ食べる？あなたね、マスターだからって前線に出るのやめてくれない？気が散って戦いにならないわ。いくら私でも死んだら支配してあげられないのよ。妖精が人間に従うなんておかしな話よね。普通は逆だもの。強い方が弱い方の言いなりになってどうするんだって話。ま、不思議と悪い気はしないけど。なんだろうこの感じ。むずがゆくて、落ち着かなくて、嬉しくて、よくわからなくて。最近あなたの顔を見ているとこうなるんだけど、これって人間で言う風かしら。